今回は昨日に引き続きマルシン玩具さんで購入したものを紹介します。昨日はしょっちゃんりっちゃんせっちゃん母の500円チャレンジで買ったものを紹介しました。今回はママが4日とあとサマーナイト何だったにお祭りに行くので、その時にキラキラ つけてたらどこにいるか分かったりするので、そのために買ったキラキラグッズを紹介したいと思います。お祭り会場では苦手なので並んで買えないので先に買っといきました。なので紹介お願いします。まずはスティックからいきましょうか。一人ずつ召喚。うん。それ王冠スティックで、これは誰？私。これはしょっちゃんの王冠スティックです。次は。これでいいんだ。りっちゃんの王冠スティックはピンクです。リュックに刺しとけばいいね。もう一個はせいちゃんは？これさ外してこうするのもよくない？上だけ外れるのかな。しょっちゃんと同じだけど、ここ。あ、そう。せっちゃんは黄色を買いました。置いてください。あとピッキーとナオのは。ちょっと止めて。ピッキーとナオのは、ピッキーとせっちゃんも。ピッキーとナオのが。同じ色違い、どっちがどっちかは分かりません。こっちがここが透明なの。そうで、そっち赤と青にしたかったんだけどなかったので透明と青にしました。これがヒッキーとナオにプレゼントするやつです。次は首にかけるやつ、ちっちゃなものからいこう。多分これは私の。そう、しょっちゃんの見せて。宝石の形のひらひら。そうこれは首にかける宝石の形のキラキラです。しょっちゃんがブルーで、はい、こっちに集める、うん、誰か取ってる。りっちゃんが、そう、りっちゃんがピンクで、せっちゃんが黄色、イエロー。じゃあ同じ箱に並べてください。で、ひきとなおのがブルーとグリーンのお星様にしました、うん、で、あとはあなたたちの、なんこれ、あカチューシャー、これあった、ね、そう、去年のはリボンだけのだったんだけど、今回はミッキー、ディズニーみたいのがあったのでこちらにしました。オレンジあった？あー、びっくりした。あれだよね、オレンジってお祭りの人がさ3人分買ったらさママにもどうぞってくれたやつだよねだよね、みんながキラキラやってママだけ頭のやつもらったんだよね、うん、なので今回はみんなでこれをつけたいと思います。ママはつけない。そして最後、次が最後、まだある、まだあるから、ちょっとこれをちょっと前に行く、ね、それで最後、それはまだあ、それ2個しかないよ。そうそう、せっちゃんが黄色を持ってたので、あ、りちゃんも持ってんの？だけいいや、つけよう。まあ、そうなんだ。なのでこれも全部買いました。ちなみに明日持っていく分とサマーナイトの日に持っていく分と分けたいので、あとで考えましょう。で、まだある。あと明日、花火の時間まで時間があるので遊ぶかなと思って、シャボン玉、お魚センターとかに行ったりするので花火が始まるまでの間に買いました。そう、他に何があったんだっけ。ミッキーとミニーとデイジー、デルタ、あ、そうなんだ。それから選びました。液がこぼれたら困るので、そのままで、次がラスト、電球ソーダみたいな、うん、次がラスト、ラストは間違った、ごめんごめん、じゃーん、そう、ジュースホルダーです。毎回ね、お祭りでジュースとか買って、今ねお部屋に電球ソーダのやつとワイングラスのとかあるんだけど、あ、
チビそうそうそう足りない足りないっていうので今回これに氷を入れて持ってってでそれで足りなかったら買おうかなと思ってあとこれ見せてりっちゃんちなみにこれも光りまーすそうそうラメが違うよしょっちゃんのはね穴焼きみたいでりっちゃんはハートせっちゃんのはお月様だかなハートだったうんりっちゃんのはハートねりっちゃんのが薄ピンクと濃いピンクとあってそう濃いピンクにしました電池交換不可だってあしなくていいってこれ多分使えなくなったら終わりってことじゃないそれでも飾ってて可愛いからいいかね、その時はお部屋入れにしよう、ね、小物入れにしたり家で飲み物飲んだり、うん、連続点灯時間が3時間から4時間1日しか持たないってことねってことじゃないかもね、まあ、使える、まあ、可愛いから仕方ない他にねここに載ってるんだけど耳がついてるやつがあったんだけどグリーンしか残ってなくて、うん、なので今回はみんなうんちょじゃなくてソフトクリームだよってにしました。はい。開けてみる？開けてみていいよ。ただライトは時間が足りなくなっちゃうから、もう、つけないでね。ハサミで買ってやる。爪でやった。やった？ハサミはここにある。あ、すごい。あ、いっぱいジュース入るじゃん。2本入ってるって書いてあった。ストロー。ストローってそれ使えるの？あれ？せっちゃんちょっと貸して。ストロー入ってなかった？せっちゃん。入ってたよかった。おお。これ何？落としたら終わりじゃん。うん、落とさないでね。落としたらもう。これ案外飲み物いっぱい入るんじゃない？ね、これってた？あ、これでいいじゃん。あのチューで行くんだけど。お茶とか入れるやつね。いや、これあのあっちに枕崎に行ってからジュース入れようかなと思って。あ、ユニコーンだ。せっちゃんの今気づいた見えるかな本当だ本当だユニコーンユニコーンと月とキラキラかわいい今気がついたあかわいいはいただのお月様かと思ってたしょっちゃんの見してしょっちゃんのはねこれね見た瞬間にね穴雪だっつったんだよねちょっと待ってね振るからこれね本当穴雪みたいなのかわいい。なんかね、これね、交換で、なんか、蓋の部分とか交換できるって感じ。下の部分？下、蓋。へぇー。何交換して何に変えるの？知らない。かわいいね。ストローに変える。はい。ねじるんだよ。え？で、りっちゃんのが？ママが片付けられたから、これガチで好き。え、キュッ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 。これつけれるんじゃない？りっちゃんのはハートハートかわいいかわいいねなんかそれの筆箱にいたなってあったねあれは多分怒られそうだよねあこれ斜めにしまっちゃうこれさしっかりさ交換やってみる何をちょっと待ってね何がいるか分かんないよ斜める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 何で斜める不思議な感じになるねああちゃんと閉まったこうやってちゃんと閉まったら多分リュックの横にこうやって入れられ下が細いから入れられるかなと思ってたださストローを何か保護しとかないと汚いねあなんかねここにあるよはいああそういう意味です、はい、おストローを保護っていうストローのさも飲み口にさ何かかぶせるものを持っていけばいいねかわいいねかわいいやっぱりこの濃いピンクにしてよかったわ薄いピンクじゃなくてね、かわいい。見して、見して、3人とも。音が。見して。閉めれた？音が怖い。キューって言うよね。ね、このユニコーン、下に溜まってるユニコーンが。かわいいね。あたし、両方についた。りっちゃんのはいい感じに、静電気が発生してんのかな。しょっちゃんもストローさして。しょっちゃん、ストローさしてからじゃないと、上の、見て。まん丸い部分が外に出てる。入らないよ。できた。かわいいね。すごい振ったらいいんじゃない？ただ静電気発生して。え、私こう逆さにしてやってた。そうなの？そう、逆さにシェイク。できた？できた？できた。ほら、かわいい。かわいいね。ユニコーンだと思わなかったよ。うん、父だと思った。ね、かわいい、かわいい。この虹色版だったら。これお祭りで売ってたら絶対売れるよね。ね、多分1000円とかでみんな絶対買うよね。かわいい。
できた、しょっちゃん。やばい、ちゃんと閉まってる。閉まってる。これをあの明日の準備のために切って煮出しといてね。ね、中はじゅっていい？ん？中。はい。紙？紙。紙取った。ほら、説明書だって。え？音が。音が。あら、これ外せるんだここ。え？え、一番下外せるって。うん、洗うときは外さないといけないんだって。あ、だったら切れてもそのまま使えるじゃん。どうやって切れても使えるね。じゃあここ外せばいいんだ。でもこれどうやって取るの？ここにね、引っ掛けるところがあるみたいよ。ここに。ほら。ね、これでもいいんじゃない？せっちゃん。これなくても洗うときは取れます。本当だ、取れた。電池交換できる。これ。いや、できる。かも。できるかもしれない。うん、横から入れられる。ここに2個も入れて、ここにも入れて。ちょっとしょっちゃん貸してね。超かわいい。ちょっと試しにしょっちゃんの光らしてもらいます。透明なもの入れたら綺麗なんじゃない？超インスタ映え。超かわいい、かわいい、かわいいね。アナ雪、アナ雪。はい、では3人とも一気に見せてください。見せた。見てます。オッケー。今回説明書どけて、うん、では今回買ったものはピカピカシリーズをこんなに買いました。なので明日お祭り会場でピカピカさせたいと思います。このドリンクホルダーはちょっと成功した気がする。本物みたい。ん？え、このこのやつ、このうん、入れ、あの普通さ、あのこれ紙だな、ないで入ってると思ったら、ね、ちゃんと取っとかないといけないね。なのでキラキラ明日使ってるところもまた取って、お祭りバージョンは別で紹介したいと思うので、ぜひまた皆さん見てください。鹿児島の方はぜひマルシンガングさんに行ったら、スクイーズとかスライムとかもすごい お安く売ってるので、このキラキラシリーズも花火とかもいろいろ売ってたね、うん、なのでぜひおすすめなところなので行ってみてください。皆さんもぜひ買ってみてください。バイバイ、グッドボタンよろしくね。バイバイ。忘れてた。ママの合計金額は今回買ったもので2931円でした。でした。いっぱい買えました。では、バイバーイ。バイバーイ。